大正政変。大正政変は、1913年、大正2年2月、前年末から起こった、県政擁護運動、第1次によって、第3次、桂内閣が倒れたことを指す。抗議には、第2次、西恩寺内閣の倒壊から第3次、桂内閣を経て第1次、山本内閣の時代までとされる。明治末以来、 反発勢力の代表で陸軍に近い桂太郎、長州藩出身と立憲政友会の西恩寺金持、久下出身が上位統合の下、交互に政権を担う慣例が続いていた敬遠時代と呼ばれる。明治天皇崩御、死去直後の1912年、大正元年12月、第二次西恩寺内閣は日露戦争後の財政難から、緊縮財政の方針を取る。 また陸海軍は帝国国防方針により、当面は陸軍が2個師団像、海軍が戦艦1隻、巡洋艦3隻を要求していた。1912年、大正元年11月30日の閣議で陸軍大臣、上原祐作は増資を要求した。閣議の結果、増資計画が採用されず、それに対し上原祐作は医薬上層権を利用して、 単独で即一直後の大正天皇に直接辞表を提出した。1900年、明治33年には、山形有友は、軍部大臣現役部官制を成立させていたため、陸軍は公認を送らず、西恩寺内閣は、総辞職に追い込まれる事態となった。言動会議は、後継首相に、桂太郎を指名したが、桂は半年前に内大臣権事重長になった。 ばかりであり、この点に関して、宮中、府中の別を乱すものとして、非難の声が上がった。また、財政に関心の深い財界からも、軍閥の応暴に批判の声が高まり、さらに陸軍、山形罰による、非立憲的な当格の削動や反罰政治家の再出馬に行き通る声が後半に広がって、県政用語運動、第一次五憲運動が始まった。 12月13日、東京の新聞記者、弁護士らが、県政新作会を組織して2個師団増設反対を決議し、翌14日には、高巡者有志が、発起人となって、実局懇談会を来いて、会の名を県政擁護会とした。19日の歌舞伎座での県政擁護第一回大会では、声優会、国民党の第二子や新聞記者のほか実業家や、学生も参加し、 約3000の聴衆を集めて、罰属打破、憲政擁護を決議している。12月21日、西恩寺内閣が正式に、総辞職して、第三次、桂太郎内閣が発足した。27日には、野党の国会議員や新聞記者、学者らが集まって、五権運動の地方への拡大を決めた。翌年1月、憲政大大会が各地で開かれ、 日露戦争後の重税に苦しむ商工業者や都市民衆が多数これに参加した。21日、議会の開会予定をさらに15日間停開した勝ツ内閣の処置により、帰って運動は加熱し、24日の東京での県政用語第2回大会はじめ、運動は全国的な広がりを見せて一大国民運動となっていった。こうした動きに対し、勝ツ首相は、 明治天皇の両案中、服務機関であるから、製造を中止するように悟した、大正天皇の象徴、優勝を受けて、これを乱発し、政府批判を封じた、優勝政策。この間、立憲政友会と立憲国民党の提携が成立し、特に立憲政友会党員の尾崎幸雄や、立憲国民党党首の犬飼武氏が中心となって、活躍した。2月5日、 再開された議会で、声優会や国民党などの野党は、内閣不信任決議案を議会に提出し、直ちに停会となった。この時の、彼らは常に口を開けば、直ちに中愛を唱え、あたかも中訓愛国の一手千倍のごとく、唱えておりますが、中略、玉座をもって、強壁となし、象直をもって弾丸に抱えて、性敵を倒さんとするものではないかのフレーズで知られる。 尾崎武たの桂首相弾劾演説は有名である。2月9日の県政用語第三大会は2万の集会となり、さらに翌10日には数万人の民衆が議会を包囲して野党を激励民衆陣の中で桂は帝国議会の開会を迎えた。桂は議会解散を決意したが、解散は内乱誘発を招くとの大か。 育造衆議院議長からの忠告により、内閣総辞職を決意して、閣僚に辞表を書くよう指示し、再び停会を命じた。議会停会に奮撃した民衆は、警察署や交番、雇用新聞の国民新聞社などを襲撃した。続いて、同様の総状は、大阪、神戸、広島、京都などの各市へも飛び火した。2月20日、桂内閣は、 発足からわずか53日で総辞職、50日内閣と呼ばれた。後継の首相には、海軍大将で、薩摩閥の山本権兵衛がついた。大正政変は、山形、桂率いる陸軍、長州閥が、第二次、西園寺内閣を統括し、これに反対する民衆運動が、政党組織や優勝政策といった小手先の政策で、交わそうとする。 罰属内閣を打倒したというイメージが強い。しかし、対正政変を経て誕生した、桂新党立憲同士会憲政会は、立憲政友会と共に、政党政治をリードすることになる立憲民政党の前身である。一方、山形は政党を敵視し続けた。桂と山形とを一括りにして、対正政変を論じることはできない。二度の内閣を組織し、 明治天皇から強い信頼を得ていた、桂太郎は、桂神道の設立と山形系官僚罰を改革する新政策を模索していた。これは、自ら結成した神道を政権基盤とする政権を樹立し、政友会への依存からの脱却と山形からの自立を起とするものであった。それを察知した山形は、明治天皇崩御、死去直後の1912年、 大正元年8月に、桂を内大臣権事重長に押し込めて、政治的引退を図る。一方の西恩寺も、声優会の党務を事実上取り仕切り、地方利益の追求を進める原隆氏との確執を強めていた。そもそも増資問題は、当初は陸軍、声優会間での妥協が図られていたが、これを政権復帰の後期と見た、桂、敬遠時代により、 政権から遠ざかっていた薩摩発領者の思惑が、上原を強硬な態度へしるべたことで、大きな問題となったのである。事態の急変に対して、山形は内閣と陸軍を調停する、優勝を起案したが桂により握り潰される。体調不良と腹との確執によりすでに政権、続行への意欲を失っていた西園寺と桂との会見で、 山形の審議が東角にあると曲解した原は、内閣総辞職を決断、山形の手による東角が成功する。後継首相の選定は、薩摩閥のお妻塚田正義が恒例を理由に、辞退、同じく、薩摩閥の山本権兵衛、山形閥の平田東介が、政権運営の困難を理由に辞退したことで、混迷し、対名は桂に降ることとなった。桂は、 斉藤稔会長を優勝により留任させると、若月礼次郎、後藤新平ら自前の官僚勢力、イギリス流政治を信奉する、加藤孝明、中英大使を入閣させて、自前の内閣を折りしている。カツの新政策とその意欲の一方で、優勝政策の失敗など、五権運動への対応の迷走、政友会との決定的な対立、貴族院工作の失敗、山形、 寺内ら陸軍内部からの不信が桂を追い詰めて、異とになる。大正政変は、反伐勢力に大打撃を与えるとともに、政権担当能力を有する第二党の成長もで、遅らせることとなった。また、西恩寺は、移植、清掃をやめるようにとの天皇の優勝に違反した罪を盾に、政友会総裁の辞任を表明する。桂が出させたものであるとはいえ、訓は、 天皇の反平でなければならないと信じる西恩寺にとって自分が率いる聖友会が天皇の象徴を無視したことは許されないという論理である。聖友会の幹部たちはこの一直の論理に困惑したが、西恩寺の決意は揺らぐことがなかった。西恩寺が後継に指名した松田正久の死去により後継総裁に原隆史が就任して立憲政友会は 新たな段階と進むことになる。日比谷焼き討ち事件でも示された民衆運動の力がついに政権を覆した。民衆の直接行動が内核を倒した最初の事例である。反発政治の行き詰まりと民主政治の高まりを示すこととなり、これ以後、不戦運動など対象デモクラシーの流れを作っていった。松尾尊直氏は、 ここに始まる大正デモクラシーが一部の都市、知識人による脆弱な輸入思想ではなく、戦後民主主義に直結する性を有する、広範な民主運動であったことを説いている。1913年、大正2年1月、五権運動のさなか、桂は立憲政友会に対抗するため、自ら政党を結成した桂新党。2月にカ内閣は倒れ、 その年の10月に、カツも死去するが、これが、立憲同士会、後の県政会となった。カツラ大後に成立した第一次、山本内閣は、立憲政友会を与党とし、原高市、内相や高橋惚歴を、増将ら政友会の有力者を閣僚として迎えた。山本は世論を恐れて、カツの二の舞を演ずることを避け、軍部大臣現役部官制を緩和して、 予備役、抗備役でも、かとし、政党勢力に譲歩するなど、国民に対して融和的な政治を取ることで政局の安定化図った。一方、第一次、山本内閣への入閣という形で利益を得ることになった立憲政友会に対して、国民は、もちろんのこと、立憲国民党や政友会内部からも反発が、紛失して、小崎幸男は、 岡崎国助らと共に、声優会離党する。岡崎は後に復党するが、尾崎はそのまま、中政会を決闘した。声優会は、議会での孤立と、党首不在という二つの非常事態に陥った。冒頭に示した通り、大正政変の時期には、公共にぎある。第一次、山本内閣の時代を含めることにより、この時期の民衆が一方では、政運動以来の、 反罰族感情を保ちながらも、他方では1913年7月の中国第二革命の混乱に際しては、革命派用語を名目とする対中出兵論に容易に乗るような対象デモクラシーの一側面が視野に入ってくる。松尾尊直氏はこれを、内には立憲主義、外には帝国主義という二面性を持ったものとし説明している。 シーメンス事件によって第一次、山本内閣が倒れた後、民衆に人気のある大隈重信が立憲同志会、大隈白公演会及び中正会を与党として二回目の組閣を行ったが、ここでは、三党半島におけるドイツ勢力の駆逐と中国利権の確保を契機として、政友会と国民党は選挙で敗北し、陸軍二個師団増設が議会を通過し、後に、 中国人のナショナリズムを大いに刺激することになる対価21カ条要求が国民的承認を受けるのであった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。